中国の元体操選手に安氏は2008年の北京オリンピック開会,会式で成果の転換を行った。古代オリンピックの発祥地であるギリシャのオリンピアから近代オリンピックの開催地まで統治リレーによって成果を運ぶという伝統は1936年にベルリンで開催されたオリンピックより導入されている。それ以来開催国を代表し優れた 競技成績を持つ著名な選手、有望な若手選手、象徴的な意味を持つ人物が最終聖火ランナーとして選ばれ、結果として開会式における聖火の転火という名誉に預かっている。著名な選手として最初に聖火の転火を行ったのは9個の金メダルを獲得しているパーボヌルミで1952年のヘルシンキオリンピックにおいてであった。 他に転換を行った著名な選手には、フランスのサッカー選手、ミシェル・プラティニ、ヘビー級ボクシングチャンピオン・モハメド・アリ、オーストラリアの短距離選手、キャシー・フリーマン、カナダのアイスホッケー選手ウェイン・グレツキー、マラソン選手、バンデル・レイデ・リーマ、韓国のフィギュアスケート選手金剣士などがいる。他には著名ではないもののオリンピックの理想を象徴している人物もいる。日本の陸上選手、 佐井義則は、広島に原爆が落とされた1945年8月6日に、その地で生を受けた。彼の東京オリンピックの聖火転火は、第二次世界大戦後の日本の復興を象徴していた。1976年のモントリオールオリンピックでは、フランス語と英語を代表する二人のティーンエージャーが、勤め、カナダの団結を象徴した。 ノルウェーのホーコン王大使は1994年のリレハンメルオリンピックにおいて共にオリンピック選手であった父、祖父を称いて聖火を点火した。2012年のロンドンオリンピックではかつてのイギリスオリンピックチャンピオンにより選出された7人の若手選手が聖火点火を行った。1936年ベルリンの オリンピックスタジアムの階段を下るフリッツ・シルゲン1948年ロンドンオリンピックの最終聖火ランナーのジョン・マーク1952年ヘルシンキオリンピックで聖火を点火したパーボ・ネルミ1960年ローマのオリンピックスタジアムのトラックをトーを持って走るジャンカルロ・ピリーズ1964年東京の 国立競技場で聖火を添加する途中の酒井義則1968年、メキシコシティのニーベルシュタイヨで、女性として、初めて聖火を添加したノーマ・エンリケッタ・バシリオ1976年、モントリオールで、聖火添加を行う英語と、フランス語のカナダを代表するサンドラ・ヘンダーソンと、ステファン・プリー・フォンテイン1980年モスクワの、 ルジニキスタジアムで、聖火転火を行ったバスケットボール選手のセルゲー、ベロフ2016年リオデジャネイロのエスタジオド、マラカナンで転火するブラジルのマラソン選手、バンデルレーデリマ。ありがとうございます。